はい。えー、それでは2024年向けですかね。うん、まあ、あの、ベンチ試験、スマートコースのガイダンスというところで、今回は学習プラン編についてお話をしていきたいと思います。えー、担当、アレクセンリコーシベンチ様です。皆さん、こんにちは。はい。始めていきましょうかね。<laughs> はい。というところで、なかなかこうガイダンスというのはね、いつもペースがつかめないところでして、話をしててね。まあ、あの、 話をしてみよう <laughs> で、ねえー、とこれ学習プランじゃあどうやって合格目指していくかというところで今回お話をしていきたいと思うんですけど、まあ、前回ちょっと言った便利試験っていうところ前回っていうか前にもう一個のね階段下で言ってますけど便利試験っていうので、まあ、何でしたかっていう話をしたと思います。便利試験としてどう考えるべきかというところと、まあ、試験として点数をどう取るべきかと、まあ、この2つなんだよと。うん、で、まあ、これから勉強していくっていう上で常に 試験範囲から逸脱しないぞっていうことが重要になってきます必ず試験範囲ですね必ず試験範囲から逸脱しないで皆さんね受かれたら試験に受かりたいわけですから別に特許法の学者になりたいわけじゃないのでね、うん、まず試験の範囲から逸脱しないことが重要ですでこの試験範囲から逸脱するっていうのは結構なぜかって言ったらこれもね前回ちょろっと話をしたと思いますけれども勉強と仕事っていうのは違うんだと勉強の場合であれば仮に期限日があったと。 ね、図書館休みで期限日になったらあるねこの資料いいぞと思って調べたらどれは図書館休みだったとね明日調べればいいですけどいいですかと完成してもで先生もやっぱりねあこんなに頑張ってねあこの資料あった方がいいからよしじゃあ明日でもいいぞっていうことで、ね、それでは追加してくれよっていう形で、まあ、こんなこともねありうるでしょう勉強であればね。うん、でなぜかとしたら当然この頑張りが評価されてるからです。 ところが仕事っていうのはそうではなくってこれ期限日がある、まあ、いわゆる納期,納期ですね納期があったらそれを過ぎたらもう終わりなんですよね。例えばお客さんに言いました、ね、例えばある会計系のシステムだ、ね、システムほぼ完成してるんだとねなんだけどいやこれって、ね、月曜日までって言われてたんだけどあともうここの画面直したら、ね、実は性能が上がるんですよとだから水曜日にはいいシステム完成しますからって言われてもれどうですかね納品。 これじゃあ月曜とか夜この会社どうするんだって話になっちゃうねね。なんでもいいですよ。レストランのシステムに。で、レストランのシステムで月曜オープンだって言われたのに、いや、月曜あのじゃなくて、水曜だったらいいのができるから。今だとあんま良くないから、水曜までね、待ってくださいよ。いやいやいやってなるじゃないですか。で、この感覚って、実はすごく重要で、で、これがまさに、勉強も同じなんです。必ず合格、あ合格じゃないや。あの、まあ合格日ってね。合格する日合格日ですよ。試験日。試験日に間に合わせなきゃいけないんです。このスマートコース。 取っていただければ、もう絶対に担当試験45点取れる、45点取れる。来年の7月に大丈夫です。って言っても何も響かないでしょ。7月に45点取れる実力がつきますよだってさ、試験5月なんだもん。ねだから5月はまだまだ無理無理。5月はあの35点分ぐらいしか取れないからと。あのそこからもう残り2ヶ月だったと45までいくから、合格ライン39だからバチシ合格ですね。点数は。で試験は5月だから。 それで皆さんが申し込むかっつったら多分誰も申し込まない。そんな講座。そうでしょうん。だからやらないの、ね、よ。もうそこまで、あの試験日までに必要な勉強教えてないの。だそこはもう6月にやるからってさ。ね。条約、6月、6月いいよって。うん。意味ないじゃない。それはすごく重要。ところは自分の勉強だと、いろんなことやっぱり考えちゃう。うん。いろんなこと考えなくていい。まず試験に出ることに直結する勉強していただきたいということになります。じゃあ、そういう学習プランとして、担当論文ドン、どーん、2つね。 担当論文これをどう勉強していくかって話をしていきたいと思いますでまず担当試験です担当試験は試験に出るべきところを優先してやってください当たり前じゃんってね何回も言ってんだけど試験に出るところを優先してやってほしいじゃあ試験に出るところをどうやってみますかっていう時にまあ過去問集ですよ試験出てるわけだから過去問集使って過去問に出てるところを勉強すればいいんです優先的に簡単なことですよね うん、私にとってやっぱり試験の勉強っていうのは資格試験の勉強は過去問が一番重要です,そうですだって今まで便利試験として出てるわけだから,だからその勉強をまず最優先にしていくだから過去問を使って勉強していくのがいいんですけどただ過去問を使ってもどう勉強していいかがわからないなぜかしたら本試験、ね、本番の問題はバラバラに出てますからどこが重要かどうかがわからないんですなので私の講座の場合はまず「これ問」っていう教材を使ってます。ち でこれがもん、えー、って担当と論文編があるんですけど担当これもんっていうのは何かっていうとこれ今までの担当試験に出ている問題を集めてるんです、うん、問題集めてるでどういう風になってるかっていうとあこれ罰出し忘れたねさっきねじゃんとちょっとじ画面ちっちゃくて見にくいんですけどこここに条文が書いてあります条文が書いてありますで次にこれこれポンって書いてあるんですねこれポンって書いてあります でことになりますでこれどうなってるかっていうと、はい、まずこの「これポン」っていうのは何かつね担当はこれポンで必須論点をまずは攻略すると。あ何言ってんだって感じですけどこれね「これポン」っていうのは何ですかというとちょっと全部ねこうです「これポンと」と、うんこれポンね要するにこれだけのポイントって意味なんですけど担当試験で過去2回以上問われている。 まあ論点ととと呼ばれるんですすけど、まあ、テーマね問題の回答いうことになります例えばこれって、えー、とこの画像をでっかくしてみようかせっかくだからねあ,ああまあ次でっかくないか、うん、ちょっとちょっと画像をでっかくしましょうかねなんか思ったよりちっちゃかったからさ見やすいようにちょっと画像ちょっと待ってねこれねあね結構スマートっていうのはねこれ臨機をいろんなこと私やります、うん「これちょっとよくないね」って言うとさ その場でこれった、うん、これもねスマートのいいとこで私いいとこだと思ってますた勝手に、うん、こう臨機応変にねいろんなことやっていくっていうのはどこだこれ画面これこれおおすぐ読みやすくなってえー、っとこれいいかああやすくなったでしょ、うん、こう法律の条文があってさでこれ,これポン一ってもこれポン一権利を放棄してる場合は原則ぶら下がっている人の承諾を得ますとかっていう,うんところですね。 うん、っていうところでそれはこれ本に、えー、特許権放棄時に通常実施権の承諾は不要あ、まあ、これ改正で不要になったところなんですけれどもこれっていうのが今まで過去に何回か出てます論点。っていうのをこのこれン1という形でまとめてるわけです。だからこれ本1っていうのは例えば権利を放棄する場合には原則ぶら下がっている人の承諾、まあ、ぶら下がっている人っていうのはここでいう専用実施権者と試験者、まあ、特許権がありますと。で特許権に対してそういう例えば専用これ専用実施権って何かっいうのライセンスのことなんです実施権というのはある人が特許発明を持っていると。 誰かにね実施してほしい要するに誰かにライセンスを受けてしてあげたいこライセンスを受ける人を実施権者っていいます実施権者の中で俺だけライセンスだとね特許権者も実施しないやらない特許権者も売らないもう自分だけが売れるぜっていうのがこれを専用実施権者って言います、うん、ちなみにいろんな人のライセンスする場合は通常実施権者っていいますでこの専用実施権者っていう人がいる時はもしも特許権をやめるぜもうこれもうなくすよっていう時にはその人にお願いしなきゃいけない確認しなきゃいけない なぜかかかししたら数字損しちゃうから。じゃゃ損ちうお金払っってせっかくねライセンスついてんのにヒュッと気が付いた時計なくなってるとおいおいどうなってんだってなるからそこはちゃんと確認してくれとでもう一個「七賢者」っていうのは特計に基づいてお金借りてる人なのそうお金を借りてるで七賢よく七屋さんなんて聞くじゃない似たような感じそうさね特時の担保にお金貸してるわけよじゃこの特計があるから担保にね百万貸すぜって貸してんのに特計フォークされちゃったら困るじゃない担保なくなっちゃうんだもんでその時は確認してください でそういう専用自治権者とか試験者をぶら下がってる人ってうの。で、ぶら下がってる人が困る場合は、これ承諾って手続きがいるんです。そう、こうやって覚えていくんだよ、勉強っていうのは。うん。単純に、この条文に書いてあることを、ただ覚えてもダメよ。うん。特権者、また専用自治権者、者があるときは、なんてね、こんなの頭の中にね、普通入らないから。で、今みたいに、ちゃんと状況を思い浮かべるんです。ね。このどういう人にこ確認しなきゃいけない、うん。承諾ってことも難しい、法律用語で。ね。で、そういうのようにいいんですけど、細かく口にしなくて。 とにかくお願い確認しなきゃいけない。いいかいって聞かないゃいけない。でどういう人にいいかいって聞くかって言ったら損しちゃう人には聞いてくれっていう。実は法律はそういう考えがあります。でそういうベースの考え方があると結構いろんなことが分かってくる。うん、損する人に聞かないゃいけない。例えばめっちゃ難しいところで言うと、えー、特許出願に対して国内有制限かけるときは仮正義自権者の承諾が必要だとかって話がある。<laughs> ねこれも結構皆さん間違える。で今聞いても何がなんだか分かんないでしょ。いいんですよ。 でもか特許権特許出願をする時っていうのはこれ仮専用実施権者が国内優先この特許出願に基づいて国内優先権をかけるときには損をしちゃうんです、うん、だから聞いてくれっていう、うん、言葉もいいんです法律的な用語なんて後回しでいい、うんでいるのかそこがすごく重要です私は口座の中ではそこはかなり言ってきますなぜこういうことがいるんだよとかなんでこうなってるんだよ上手、うん、の言葉なんてのはねあたりいいんですよ <laughs> そんなことは うん、なんで自分の言葉があってもうまあかっこいいかもしれないけどね序文で言うと。うん。僕はそういう仮に、ね、専用人試験者のなんて言うたらかっこいいかもしれないけどかっこよくなくてもいいんだよ問題解ければ <laughs> と思ってるの私は。だからそういった時に今言ったらまず理由ねそのこれポンっていうところに返ってるのはなぜなのかっていうそこはめちゃめちゃ重視してます。それによって丸暗記はしないでほしい。かつこの試験に出るところを優先してほしい。 でさっきの,あの細かいところに戻るとあっちょっとねこっかなりちっちゃくなったけれどもこのこれ本ごとに問題まとめてるからこれ同じテーマですだからこれ4回も出てるのこれね平成14年からこの問題入ってますさっきめっちゃ分厚くなっちゃったんですけど平成14年から令和4年まで入ってますでそれを使ってまずどの条文でどういうテーマが出てるかというのをしっかり押さえていきたいっていうこと逆を言うとここ。 ここれれってこれは32条ですか衣、ね、装法の32条なんですけど衣装法の32条って問題1個しかないんですよ。ってことはこれ取材頻度低いよねっていうことが分かります。だから後回しでもいいんじゃないのってそういう強弱をつけていくっていう勉強をしていっていきた年と。でちなみにえと途中であのこれもんって2冊お配りしてるんですけどなぜかし最初の頃ってあの令和まだ担当試験が、うん。 あの令和5年の分が終わってないのでだからまあ今令和4年までの問題が入ってますからそれをお配りしてます。であとで令和5年の試験終わった後にそれが入ったものをもう一回お配りしてみるということになってます。はい、でこれこのねこれもんって勉強し始めた頃はね特にあんまり意識しないんですけどめっちゃ楽ですよ、うん。だって条文ごとにかつ重要度順並んでるわけだからこれ本来であれば自分でやるって言ったらあのすごく大変なんです。そうででしょ全部自分で <laughs> あの過去集だから、あのーまあ、なかなからなな 残念ながら論文の免除切れって方が時々いらっしゃるわけで要するに論文試験は、えー、と3回受けられるわけですね1回担当試験受かれると2回免除になりますで2回免除で2回とも落ちてしまうとこれ三審って言ってもう1回担当受けなきゃいけない残念ながら。ってなった時に結構もう一度だからそこのタイミングでまたスマート取って「だあのまた取ったの?」って聞いたらやっぱりこれもんがないと勉強ができないと。 うん、やっぱなかなか自分で過去問を探していくというのはすごく大変でっていう,うに言われて、まあ、そうだよねっていう,、うん、っていう形なのであのこれは本当におすすめですね要するに過去問の現現場過去問出たなことやんなくていいわけだからそこが明確になるっていうことになります。はい、で今のがまあ点の勉強なんですけどあとはあの講座の中で重視してるのはやっぱ流れですねで。流れっていうのはどういうことかっていうとこういう例えばこれ PCT なんですけどこういうまあ手続きのこうフローがあったりするんです。 でこういういいのを、まあ、完璧に覚えていくと、流れはね。っ、う、て、ん、なると細かい条文が後からくっついていくんで、まあ、言ってこういう何、まあ、ですかね右の部分っていうのねそれをしっかり作っていただきたいというのが最初の頃の勉強の目標ですと。はい、で特にまあこの PCD とか審判と呼ばれる部分に関してはこの流れがすごく重要なんでねまだちょっとピンとこないかもしれませんけれども、まあ、そのところやっていただきたいと。 うん頭基本ルールを抑えることで暗記を少なくてそうそうキュッてね <laughs> これよくやる私もう何かっいうとこれねこれ例えばこうなんかんでしょうこれこれ手が2本出てるの矢印がヒュッこれよく私の手が2本出るよ手が2本出るよだけで解ける問題あるのそう細かい言葉は分かんなくても手が2本出てるって分かると実は解ける問題もあるだそういう形で、まあ、できるだけ本当に覚えていくっていう作業を減らしたいと私が覚えるの苦手だから 自分が覚えるの苦手なのでさ皆さんに覚えてくださいってそれは無責任でしょ、うん、しもともとずっと自分がその学習塾やってたっていうのがやっぱりあってあの覚えましょうっていうのはさ教える側のも責任放棄だと思ってるんだよそうでしょ。皆さんにボール投げるわけだから覚えてくださいって。うん、だからそれは極力投げないっていうのが私の仕事だと思ってます。でできるるだけここちらで噛み砕いててうなってるよって うん,なんか自然に覚えられたよねっていうのが理想かなとどうしてもまた覚えてほしいのもありますその時は投げちゃいますごめんなさいねこれごめん覚えてって、うん、そんなんないです、うん、そんなんないです、うん、あれそれ理解なく覚えてくれっていうのということになります、はい、なので、まあ、特に最初の頃ですね、うん、あの学習のプランというところで、まあ、向こうのガインスでも言ってますけれどもとにかく入門講座だから最初の頃に関してはこういうのはやめてください、うん、完璧にするぜ、ね、勉強したことは完璧だぜよしよし完全にやるぜ ももう何が何がでもね、うん、よくいらっしゃいますね、弁護試験ってね、ガイダンスで毎年言うんですけど、受からない人のパターン。うん、これは、極力やっぱり覚えるのが苦手で、うん、勉強があんまり得意じゃない人。ではない。ではない。逆なんだよね。うん、まあ、めちゃめちゃ優秀だったら別なんですけど、逆にできるがゆえに、点数を取れない。まあ、逆説的でしょ。なぜかっていうと、焦っちゃうので、できないことに。 うん、私なんか自分はできてないからね自分の時もできてないからねもう,もうよく言うんですけど私もいろんな、ねまあ、レックレック関わらずいろんな先生にみんなすごく便利してば優秀な方が多いんですけど私がその中で勝ってることは何かしたらポンコツなとこぐらいですから、うん、自分自身やっぱりあのいろんな先生の話聞いてば皆さんすごい優秀だなと思いますね、うん。ただ優秀じゃないからこその戦い方っていうのはある。うん、でやっぱ自分の欠点というのはちゃんとですか、ね、自分の欠点を認識する人は強いと私は思っていて。 いいんですよ自分はできなくてでもやっぱできないからできない戦い方さっき言ったように覚えられないんだったらじゃあ覚えられない戦い方をしていくと、うん、いう感じですねでいや何て言うんだねあの俺はちゃんと覚えていくんだっていう人は、ね、あの私の講座は合わないのかもしれない私はもうそういうこと言わないですか、うん、ね、いや何て言う試験に出なくてもちゃんと網羅的にやっていくんだと、うんね、しっかりやっていくぜ、うん、っていうのだと確かに合わないかもしれないでもいやそうじゃないんだと出ることさえ試験解ければね、うん、ただ その先にはやっぱり私自身が普段ね事務所で仕事してますからやっぱり弁理士になった後に活躍できるようなことは話はしますよ。うん。そこは何ですかね言ってしまえば試験も関係ないし事務にも関係ないんだったらそこは本当に全く私意識しない。うん。あもう全然もう全く気にしない。でもやっぱ事務で必要なことっていうのはやっぱ受かった後に必要だから,だからそこはお伝えします。まあ、試験に関係ないよっていうことはしますけどね。 あ例えばこれ試験に関係ないけど審査官にこう交渉すれば何とかなりますよとか <laughs> 絶対試験に帰っちゃ駄目よ、うん、法律はダメって言ってんだけどあの交渉したら OK ってことは、ね、あるんで実務上は確かにね何もそうじゃない世の中ね交通法規だってねそれはまあ確かにいろいろねあるけどさ皆さんだって、ね、見てると歩行者だってさじゃあね点滅信号飛んだ渡っちゃいけないんだよもうで皆さん急いで渡るでしょ、うん、そういうことよ なんで、まあ、最初の頃はとりあえずイメージができてない、ね、できたからいいやとできたからまた後で勉強するからいいかこれぐらいの気持ちで最初の頃やっていただきたいで一番大事なことは繰り返すんだということを意識してほしい、うん、繰り返すということですねで一回やって終わりじゃないんだよと一回やって終わりじゃないんだということは必ず意識をしていただきたいですとで、えー、通信の中であのすごくじゅあこれ、ね、細かいきてることは用語の解答以に重点を置いてくださいとでスケジューリングまあ,あのしっかり立ててください、うん、あのそこはまあすごく重要です 学習ノートみたいなのもお配りしてますのでしっかり学習時間を記録してくださいよくこれね皆さんどんぶり勘定になるんですよ勉強ってなんとなく今週やったとか今週あんまりできなかったそうじゃなくて何時間でおおもね私がよく言ってるのは週20時間ひゅーヒューって喜ばないですけど20時間20時間はできれば加工していただきたい結構大変これをやると知ってます うん、あの学習アンケートとか取,ってま取ることもあるので皆さんが20時間の勉強時間取るのはかなり大変です社会人できそうな気するんだよね、うん、できそうな気するんだけれども、まあ、実際は大変だなと思ってますのでしっかりスケジューリングですう立ててくださいとで例えば今週は特許をやるぜということでどこで講義を見てどういう風に講義を見て1週間でまあ土曜日まとめますよってことで、まあ、これ書いてるんですけども。 で一応これまあ基本的な流れですね例えば入門講座でねとにかく講座はどんどん先進んでくださいで早く進むとなんか定着してない気になるんですけど安心してくださいしっかりやっても定着してない,いんです <laughs> 人間元ももない方をするとそうゆっくりやって丁寧にやったからじゃあ忘れないかだったらゆっくり丁寧にやればいいんですけど実は忘れます <laughs> 忘れますであればやっぱり早めにやってもう一度うんだからね のんびり1回やるんだったら、まあ、めちゃめちゃ早く回して2回とか3回回してとか定着は絶対いいのでとにかくもうできるだけ早く入門講座って書いてありますけどどの講座でも一緒ですで1週間に何コマ見るぞっての決めてください、うん、でできれば、まあ、週9コマぐらいですかねは見ていただけるといいかなと、うん、これ実際昔の入門講座とかって、えー、レックで自分が私もやってた時も例えば平日1回あの土日2回とかってやってたりもしたんですよ で全体で週9コマとかっていうまあだから九時間か週9時間とかっていうのはやってたりしたこともあったのでまあそれぐらいのペースはあの守れるといいかなと思ってますねあとはプラス二十時間あ10時間ぐらい自分で勉強すればいいということになりますで,できれば月曜日からえ土曜日までのスケジューリングうまく作るとでここスケジュールに立てる時は、えっときはフルで立てない方がいいです日曜までできれば土曜までで終わらせるようなイメージですで日曜日は予備日です もしもここで勉強時間あのクリアできたんであれば日曜日いいじゃないですか遊んでもご褒美ですよ、うん、あの最初の頃はそれでいいです特に年内ですね年内はそんな形でもまあいいかなまあだんだん焦ってくれば日曜日も勉強するの苦じゃなくなってきますんで最初の頃あまり詰め込みすぎるとなかなかねあの勉強のペースがあの逆に崩れがちなんであのどうしてもできない日が出てくるとあのそこで崩れちゃうので、うん、まあ土曜日まででしっかりとやっていただくと。 でまあ、あの最初の頃んですけどよかったど落とし込みっていうんですけど落とし込みっていう作業をしっかりやっていただけると非常にいいかなというふうに思ってます。落とし込みっていうのは、えー、さっきの「これもを使って、うん、あの勉強を、まあ、するってやり方なんですね。まあ、これはまた特許法のところで説明しますけどそれをしっかりやっていただけるとかなり力はつきますと。はい、で勉強していく上で、まあ、予習なんですけどあの基本的に予習受けていただきたいと思ってます。 うん、だからまあテキストはざっくり読んで内容把握していただきたい特にまあ入門テキストをですね入門講座になるとこの入門テキストとを使っていきますけどこれ入門テキストを逐一い私読んではいかないので、うん、だからそれはもう、えー、と前回の講座でもあの学校で、ね、ガイダンスでも言ったように私はあくまでこう皆さんをナビゲートする役目ですから,だからテキストは皆さん自分でお読みいただきたいただ読む上でどういうところがポイントなのかここをしっかり読まなきゃいけないんだっていうところが分かるような講義はします。 だから理由だね。なんでこうなってるのか。で入門テキストめっちゃいいテキストです。うんあのねここに書いてることで結構理解できていない人が多いんですよ。うん、入門テキストに書いてることがまだしっかり理解できていれば本当にも弁理士の勉強半分は終わってると思ってください。うん結構奥深いことが書いてます。っていうことは逆を言ったら最初に読んでも理解できないです。それでいいです。なここは分かんなくていいです。と話をしていくし講義の中で触れてないところは基本的にそこは試験に出にくいところとか。 出たとしても今の段階では難しいかっていうところですからあまり気にしなくていいかなと思います。だから予習する時には、まあ、ざっくりと読んでくれくればいいですと。ただここです分からないことは小さくはてなをつけたり付箋を貼ったりする要するに分かることと分からないことを明確にしていってければいいです最初の頃は。全部利口しちゃうと思わないでください。 うん、でまあできれば講義受ける前に、えー、一回見ていただいた方がいいかなとテキストねで、まあ、どうしても時間なければいきなり講義見てもらっても構わないですけどはい、まあ、ざって読んだ上で講義受ける、ね、こんなにしにねだからといって予習をめちゃめちゃ時間かけてやるとそれは本末戦闘なのであんまりそこは時間かける必要はないですとはいで実際講義についてというところなんですけれどもわ、えー、からないところを中心要するにそうですねどういうこと言うのかなと。 でキストは一度見ようとしてる前提で話をしていますと、ねうん。まあ一応そうですけど、まあ、そうは言ってもまあ一応説明はしてますと、うん。一気に基本を作りたいので、まあ、できればいろんな話をしたいと思ってますからその中でも今理解しましょうっていう部分ですねで特にねここはやらなくていいですと話をします。要するに、ね、最初の頃って多分やっても忘れるなとか,、うん、なんかあの私もやっぱ分かるわけねいろんな事項性が見てきてるからあ多分ここ今一生懸命やってもまた絶対直前で間違えるなとか。 だったら今やることはなうん。はい、でまあ、移動中でなければ法文集ってこあいうこれまああの条文がね特許書いてある条文がければ条文をまあ見る習慣かといって条文にこだわらなくていいです最初、うん、よくやりがちなのがなんかテキストに書いてありますこういう説明ありましたどうやったら条文に書いてあるのかなうんそこはね気にしなくていいです、うん。ちゃんと書いてること言ってますから。 うんあのそこは気にしないでまずはどうなってるかあのどういう風な例えば A なら B ですっていうんであれば A なら B になるんだってことをまず理解するなぜ B になるのかそこ,でそこも条文に根拠を持ってとください例えば趣旨とかもし B にならなかったら何が困るのかとかそういったところを中心にして理解を先にしていくとで実際に来年の,その試験直前の3月とか4月になると条文に言っていただいてもいいんですよ条文どう読むのかな うん。ただ十分だけを追ったとしても、あのそれは合格点取れないので、まずは理解を優先してください。ということです。で、どんなに細かく書いやってもさっき言ってどうせ忘れますから、あんまり必死になる必要はないです。はいで、実際の復習ということなんですけれども、も復習に関してはあのまず講義が終わった後に何が分かったかっていうのを軽く考えるというのは非常に重要です。速攻そうなる効果なんですね。まず自分の中頭の中で整理をすると。 例えばツイッターなんかやってるんであればさっき言ったようにツイッターでそこでつぶやいていただくとね特許法第9回、ね、審判請求書のね続いてやったみたいなうん。でテキストをしっかり読んでどこがポイントだったかを意識するということなんですけどその時に実はあの入門講座の間は私穴,あめレジメ穴,穴埋めレジュメとか穴あけレジュメとかを使ってます。でこれが分かるようになればいいです。でこれどんなレジュメかっていうと、えー、穴あけレジメか穴あけレジ,ュメ,きレジュメ。ここんな感じでこう これテキストに沿ってるんですけどこういうねポコ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 穴が開いてますでこれ見て埋まるんであれば頭の中であここれはこれだ例えば、ね、新規施設の例外とコーチになった発明二種類あるぞというところで意に反する講師と室外に自らがコーチにした発明とこの二つあったなとかっていうのが思い出せればクリアですまずそこをしっかり理解をするようにしてください、うん、入門ではまあこのレジュメが読める要するにこれ穴が開いてるレジュメでもわかるぜっていうレベルになっていれば えとりあえず私が入門段階で押さえてほしいと思っていることはクリアしてると思ってください。はい、で入門講座が終わったあとは、えー、担当と論文っていうのが講座が分かれてきますと。でこれまあ平行でやっていただいてもいいんですけれどもまあ論文の勉強と担当の勉強っていう形ですねまあまあ別にこれ制度イメージは完全に担当だけじゃないんですけど、うん、まあ担当と論文はこう混ざってる感じなんですけど一応そんな感じで進めていただきたいと。 いうことで,すで担当試験最後にまとめるとスケジューリング間ですね学習スケジュールなんですけどずっまずはそうなんですまず担当コレポンですさっきやった担当コレポンを年内に完璧にしていただけると助かりますこれが結構厄介です結構飾かるのよ、うん、で理由付けも含めてただ覚えるんじゃなくて、ね、理由も含めてまずはさなぜかっ言ったら担当コレポンって進出の論点なんです だこれだけやっったかかららといいてあの試験には分からないです足りないです足りないんだけど受からない人はここがまず抑えられてないです。もうこれですら間違える。もう何,も何回も出てる論点何回も出てるポイントを間違えるのでまずそれをしっかり押さえる。でそれが分かったら次その他の問その他の問文っていうのはこれン以外の過去問すなわち論点としては1回しか出たことがないですよっていう細かい内容なんですけどでもやっぱり過去問なんでそこはしっかり押さえていただく。でこれが目安的にはだから担当これンが年内。 で年末ぐらいからは平行でその他の過去碁を見ていきつつって感じです。でここで過去碁が全部潰れ,潰れてきたら最後条文ですね。だ条文までいくのはここでいいです最後で。最後の最後でいいですよってことになります。 で担当試験のよくありがちなのこれもねあれなんですけど問題集で解いちゃうんですけど最初の頃からこれはやめてください私は良くないと思ってますうんえあの、ね、覚えた方が頭に入るぜと思うかもしれないんですけどあのであればまずはなぜその答えになるのかをプロセスを学習していただきたいよく数学なんかもそういうじゃないですかね要するにまず解き方をしっかり押さえる方がいいですよで担当も一緒です弁理士もまずは解き方をしっかり考えていく問題の回答からなぜそういう問題のどこをポイント読むのか っていうのが分かった上で問題を解くようにしていった方がはるかに効率がいいので,で私の中では本当にもう12月1月ぐらいまで問題を解くしてないです。それから解答からどういうポイントになっているのかとのしっかり考えていただくそれが重要だと思っていますと、はい。でこれが担当です。で最後に論文なんですけどじゃあ論文の学習プランどんな感じになっていくかっていうと、はい、論文って2つ,のかあの2つの考え方でやってます。いや何かししたら項目出とと答案を実際作っていくと いうことですね。で、項目出しっていうのは何を書きましょう。問題文を見て何を書くかっていう、そういう項目、いわゆるユニット、部品を抽出する作業です。選手法権だ。無交流だとかね。そういう各項目のテーマが。で、そのテーマが分かったら、それを具体的に書きましょうっていうのが、うん、こっちの先ですね。うん、何を書くのか。選手法権件書くぞ、さ、選手法権の内容を書きましょう。で、これに対応している講座が、 私、うん、これ逆だねが <laughs> <laughs> これ逆ですね。えっ、ー、とね論文ユニット構築講座っていうのが何を書くかっていう具体的な項目を勉強していくやつです。で論文スキルアップ講座はこれ過去問の講座なので何を書くべきかっていうのを探していくっていう内容になります。こちら。うん逆ですね。そう。この2つなんです論文って。で。 具体的に見ていくとちょっとこれ小さくてごめんね令和2年の商標です例えばで令和2年の商標って問題がこうズル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 ってこうあるんですけど結局論文ってめっちゃ長いじゃないねの論文ってめっちゃ長いの長いんだけどこの問題から実はポイントトリガーがあります絶対でトリガーがあってでそのトリガーをうまく抽出していくっていう作業が必要問題文書くとき必ずヒントがあるからどっかに じゃゃなないいみんな適当にに書いちゃうで論文試験ってあの自由例えば今、えーまあ、これあのまあこれ今中野で収録してるんですけど、まあ、仮に新宿だとしましょうか、ね、新宿から東京駅ちょっとね関東圏東京の人しか分かりにくいかもしれませんけど新宿から東京駅まで行くにはどう行けばいいですかとどう行きましょううんでいろんな行き方あるわけです。ね、まあまあオーソドックスのは中央線一本ですよ。 山手線でも行ったわけ。ぐるーっと。ねで。いやいや、俺地下鉄がいいんだ。地下鉄定期持ってるから。丸の内線でも行けます。いやいやと。ね。一旦、新宿から埼京線と大宮に出て。大宮から、ね。新幹線で東京。これも行けます。だから、行き方なんかいくらでもあるわけ。でも、正解は、これ実は一つなんですよ。 うん、だけどみんなでいろいろ考えちゃうから試験はどうすするかしたらポイントを作ります例えば新宿から東京までは、J えー、と四ツ谷を通ってくださいっていうポイントで置くわけね例えば東京から、えー、新宿から東京四ツ谷を通ってくださいってなるともうその行き方は決まってきて中央線で東京から新宿に行く新宿から東京に行くか総武線で、えー、一旦秋葉原に出て秋葉原から東京駅に行くかっていうことになります。 うん、でじゃあそうするとねあの乗り換えたくないので何て言うかっていうと試験員はさらに条,文条件を増やします新宿から東京まで乗り換えなしで行ってくださいとなると総武線が排除されますあ東京から、ね、東京に行くには新宿から東京に行くには中央線だねと,ところがまだ排除できない何か丸の内線もこれ乗り換えなしで行けるんですなのでじゃあ今度どうするかしっ,ったら JR でって、うん、だと新宿から東京に行くのに JR で乗り換えなしに行くにはどうしますか 四つ矢を通ってね四つ矢を通って言わないと山口線入っちゃうという感じでこうやっていろいろ制約を求めることによって答えを一つに絞っていくでそれを見落としちゃう四つ矢を通ると見落とす JR で行くとあの見落とすそうすると違う言い方になっちゃうこれは論文が一緒です論文も実は書くことは決まってます決まってます答えは一つですそこに持っていくために問題文にいろんなことが書いてあります条件それをいかに拾えるかっていうのが論文試験です で拾っていただいたらこれは最初答案なんですけどめっちゃ長いです長いんですけどこの中のこう一つ一つのこう項目に分かるんですよこういう感じでいくつかあるでこれはこういうブロックとかユニットになりますだからまず論文の問題を見てこういうユニットを抽出するっていう作業が必要になりますでこれは過去問でやっていきます論文スキルアップの方ですで この問題文の何を書くかたかったら、じゃあ、書く項目に対してどういうことを書こうかっていうのが、実は論文コレモンと。だから、問題文のトリガーを発見すると書けるんですけど、これが論文コレモンってやつです。で、論文コレモンっていうのは、さっき言った過去問のパーツをバラして、こういう感じで作ってます。だいたいこれが東京で今90ぐらいのかな。少々で六6、70ずつぐらいありますけど、こういう感じでこう全部品になっているからで。論文の勉強は、まずこの部品をしっかり覚えていただきたい。 まあ理解するというかね、まあ、覚えるとか理解していただきたいんですけどでこれを論文コレモンという形で勉強していただけると、うん、ちゃんと論文の型というか、うん、そこの基本が分かってきますので,でこれを最終的に本番で組み合わせて答案というのは作っていきます。うん、はいということになります。でまあ実際この論文コレモンを活用,活用しているというのが、えー、論文書き方講座とか論文ユニット構築講座ということになります。 で実際論文に関してはまあ,あの担当で一発というのはかなりね大変なあの担当でっていうかノベ便利試験であの一発で合格するのはかなり大変なんですけどこの担当試験から論文試験までの間っていうのがたい1ヶ月ちょっとあります必須までねでここの間にもし基本的な考え方を習得済みであれば合格レベルに一気に引き上げることができるんでできますでこの基本的な考え方と何なんですかっつったらこれさっき言った論文コレもんがしっかり習得できてるでそこできていれば あとはこの後に過去問練習をしっかりやっていただければ十分合格レベルに到達することができますので論文に関してはそんな形で進めていただけるとよろしいかなというふうに思います。だからえっ、ーと,まあえー、と前回のガイダンスでも言っているように、まあ、年内から1月ぐらいまでは論文の勉強ですね今まで論文コレモンとか論文の過去問を使って勉強していただき。うん でそれに対して、まあ、下3、えー、歩ですね1月ぐらいから1月2月から始めていくとここまで論文の基礎をしっかり作っておいていただければあとは担当試験後に論文の勉強を一気にやっていくことによってね合格レベルまで引き上げられるかなと思いますはいというところでだいぶ駆け足になってしまいましたけれどもとにかく私が構図の中で、えー、考えているのが一つ楽しくやること <laughs> まずこれが一個でもう二つ目、ね、過去問に絶対執着してくださいで私も過去問から逆算して全部構図やってます 要するにねそうすると試験終わった後とに見直すとねあこんなとこここで言ってたんだみたいなね聞いてる時は何で言ってるか分かんなかったけど実は自分で囲去問やってみたらあここにつながってる話なのねっていう、うん、私は全部そうですいろんな講座でいろんなこと時々ポコッと言ったりしますそれはなぜ言ってるのかっていうと将来的に囲むにつながることは全部話をしてます。うん、もう囲もが絶対 なんで、それを潰して、あの試験に合格してほしいというふうに思ってますので、とにかく、まあ、その2年ですかね、楽しくやっていくということを、試験ということで、やっぱ割り切って、うん、合格だけをしっかり目指していただきたいなというふうに思っていますと。はい。まあ、そんな形でね、えー、まあ、あの、もし、講座ね、受講される方は、まあ、ちょっと長い付けになると思いますけどね、ぜひ、来年の試験の合格に目指して頑張っていただければと思います。はい。というところで、ちょっと、ね、慌ただしかったですけれども、まあ、ガイダンスということで、今回は終わりにさせていただきたいと思います。皆さん、どうもお疲れ様でした。 一緒に頑張りましょうさよなら